皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい、かみです。動画のアップが遅くなってしまってすいません。プレーンクッキーをデコレーションしてみようと思います。見てくださーい。はーい、まずこれは、昨日ですね、動画であげた通り、プレーンクッキーを作って、目のくぼみというか、目をつけてます。はい、そして、ですね、白い粘土を、この穴に入れていきます。はい。こんな感じですね。ちょっと潰した感じにします。はい。こういう感じでできました。そして、目の部分ですね。茶色い粘土で、つけていきまーす。さらに、ね、伸ばしていきたいと思いまーす。こんな感じで、していきますね。はい、こんな感じで、まんべんなく伸ばしていきますね。この目って結構難しいですよね。バランスというか、右と左のバランスがなかなかうまくいかなくて、結構これでもやり直している感じでーす。はーい。難しいでーす。はい、こんな感じで目をつけていっていまーす。そして、目ができたら、今度は、白い粘土ですね。目の光を入れてまーす。これね、なかなか難しい。すいません。右で目だけやり直しました。こんな感じになりました。で、まつげをね、つけたかったんですけど、もうすっごくこれ苦労しまして、1時間ぐらいかかったのかな？そんなかかってないかな？何度もやり直しました。はい。で、ようやくなんとかこんな感じで収まって、今、口に突入してます。こんな感じも可愛いですよね。にっこりした感じで。ちょっと今回は口を開けた感じでデコレーションしたかったので、つけてまーす。全部、オーブン粘土でーす。よーこんな感じで修正しながら行ってまーす。かわいい。我ながらですね、すいません。こんな感じで、ちょっと微調整をしていきます。次に、ほっぺたの部分を、ピンクの粘土をちょこんと入れます。いいね、ほっぺたね。かわいいですよね。私の娘もこういう顔を描いてた時にいつもほっぺたを描きます。ほっぺた描くとなんかすごく余計に可愛くなりますよね。ごめんなさいね、なんか鼻が詰まっちゃってて。すいません。はい。では、茶色の粘土を平べったにして、ちょっとこんな感じで肩をつけていきます。あ、切っていってます。ごめんなさい。さっき手にピントがずっと合ってました。ごめんなさーい。で、これを、クッキーちゃんですね。クッキーちゃんに、ペタッと、チョコレートっぽくしたかったんですけど、なんかちょっと、バランスがおかしいかな、と。今思います。今思いますけど、でも、いいかな。こんな感じで、入れていきます。まんべんなくね、こう、馴染ませてます。で、私、これ、ピンをね、丸カンを入れるピンを、刺すのがあんまり好きじゃなくて、なんかくってこう刺して、ちゃう感がね、なんか嫌で、丸カンを入れる、
穴を作ってます。これ、茶色なんですけど、もうちょっと違う色にした方が良かったかな。なんか髪の毛みたいになっちゃいましたね。お団子みたいになっちゃいました。で、これで穴を開けて、これに丸カンを通して、アクセサリーにしたいなと思って、こんな感じで出来上がりました。どうですか？なんかクッキーっぽくないかな？なんか多分の顔の、みたいになっちゃった。はーい、これで完成でーす。どうですか？ご視聴ありがとうございました。本当に嬉しいです。クエスト、コメントお待ちしてます。じゃじゃじゃん。これからも頑張っていきますので、もしよかったら見てやってください。Thank you。ご視聴ありがとうございます。ゲーム実況、ワンチャン動画もお願いします。見てくれてありがとう。